はい、どうも、甲子園球場の膝元兵庫県西宮市の情報サイト、西宮通信でライターをやっているダー・アット・ニシツーと言います。このチャンネルはですね、阪神タイガースについてひたすら語ろうということで解説をしています。こんな感じでですね、試合の後にすぐその日の試合をですね、阪神ファン目線で振り返っていろいろお話をしてですね、それをそのまま、ノーカットの編集で動画に上げていこうということで、このチャンネルを始めています。でですね、昨日からですね、ヒマラヤと言ってですね、音声アプリがあるんですけれども、音声だけ版の YouTube みたいなやつですね、これも無料でダウンロードできて誰でも使えるんですけど、こちらの方にもですね、この動画の音声の方だけアップロードしようということで、昨日からヒマラヤの方にも音声をね、ラジオアプリですね、そちらの方にも音声をアップしていますので、もしよろしければですね、そちらの方もぜひ、聞いてみてほしいなというふうに思います。無料でダウンロードできますのでね、もう中国ではもう6億人が使ってるんですよ。すごい音声アプリだそうで、まあせっかくなんでね、僕もそういったのも使っていこうかなということで、そういったのも始めています。はい。でですね、まあ完全に趣味で始めたこのチャンネルなんですけれども、ちょこちょことですね、チャンネル登録いただいたり、いいねとかコメントいただいたりしてですね、すごく励みになってます。もしよろしければですね、阪神ファンの皆さんチャンネル登録とかですね、いいねとかコメントとかいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということでですね、今日の試合を、振り返っていきたいというふうに思います。連勝ですね、ようやく今シーズン初めての連勝ということで、よかったよかったということで、今日は西投手がですね、もう8回まで投げ切ってですね、で、まあ、中継ぎも温存できて、すごくいい形でですね、連勝することができました。ということで今日の試合を振り返っていきたいんですけれども、もちろんですね、ボーア選手の満塁ホームランというのが今日出まして、それがまあ、最も大きなですね、トピックスかなと思うんですけれども、ちょっとですね、1回から順を追って振り返っていきたいんですけど、いろいろとですね、鍵になるようなプレーがいくつかあったと思いますので、まずはですね、今日近本選手が一番最初、フォアボールで出たんですよね、1回の表ですね。これで今日もですね、昨日の流れのまま、これはいけると思ってですね、期待してたんですけども、2番の上本選手が初球を打って、ショートゴロダブルプレーということで、ちょっと嫌な予感がしたんですね。昨日までも言ってましたように、できることをできるときにやるってね、取れるときに取れる点を取らないと流れが向こうに行ってしまうっていうのは野球の鉄則ですから、ここは何としてもですね、近本選手を置いた状態でクリーンナップに回さなければいけないというのは、状況だったんですよね。それを、上本選手が簡単にですね、ショートゴロダブルプレーということで、おそらくですけどね、今日多分みんな積極的に振っていこうという、そういった意思統一をしてたんだと思うんですね。チームとしてそういったような指示を出してたんだと思います。序盤、ものすごいみんな積極的に振っていってましたからね。もう初球からガンガン打っていって、振っていってですね、やってたので、多分そういったチームで、方針を決めてたんだと思うんですけど、それにしてもですね、もう少しきっちりとですね、狙い球を絞って、せめて右に転がすとかですね、うまいこと、考えたバッティングをしないと、ちょっとですね、流れがやばいなっていう感じだったんですね。その後、糸井選手もですね、2球目を打って、凡退して、結局、近本選手が出塁したのに、1回の表をですね、3人で終わってしまってですね。で、その後、実はですね、2回の裏かな、3回の裏かな、西投手がですね、先制点取られるんですよね。これもですね、ちょっと不運な感じで先制点取られるんですね。鈴木誠也選手がですね、センター、右中間よりかな、センター前ヒットだったんですけど、それでセカンドまで走ってですね、これ別に近本選手の守備がまずかったということではなくて、もう本当に鈴木誠也選手のですね、走塁が素晴らしかったんだと思うんですけど、これでノーアウト二塁になるんですね。これ2回の裏ですね。1回の裏、3人で抑えて、で、2回の裏、先頭の鈴木誠也選手がツーベースで出るんですね。で、その次の松山選手をですね、フライにですね、打ち取るんですけど、これをですね、お見合いをしてポテンヒットにしてしまうんですよね。お見合いというか、ちょっと、どの野手も追いつけない感じだったかなと思うんですけど、これで一塁三塁、ノーアウト一塁三塁になるんですね。これはですね、向こうからしたら、これは大量点のチャンスやと。で、阪神からしたら、もうこれはもうとにかく、もう、最少失点で抑えたいというところで、ここでですね、結局内野ゴロの間の1点に抑えたんですね、西投手が。本当は向こうはもっと大量点を取りたかったと思うんですけど、これは西投手がですね、1点に抑えたっていうことですよね。で、このことが、次のですね、ボーア選手の満塁ホームランにつながっていくと思うんですけど、西投手はそういった不運なヒットがあったのに、投球内容変わらなかったんですよね。もう動揺を全くですね、投球にこう出さずにですね、変わらない投球で、こう、淡々と一人ずつ、こう、相手を抑えていったと。この辺はもちろんですね、一流のピッチャーですから、百戦錬磨ですからね、今まで何度もこういう修羅場をくぐり抜けた、そういった経験もあるでしょうから、
なんとか最少失点で、ね、内野ゴロの間の1失点に抑えたんですね。で一方ですね、その次の3回の表の阪神の攻撃ですけれども、先頭のですね木浪選手が内野ゴロですね、ボテボテの内野ゴロをで内野安打になったんですね。でまあラッキーな人、阪神からしたらラッキーな人ですよね。で向こうのですね、まあ、遠藤、投手といって、まあ、若手のですね、もう本当に20歳ぐらいだと思うんですけど、広島のピッチャー遠藤投手からしたら不運なヒットで木浪選手が出て、その後西投手がですね送りバントをするんですけど、ここにですねフォアボールを出してしまうんですね。でそれでノーアウト一塁二塁ですよね。先ほどの広島と同じような感じで、阪神の方もランナーを貯めて、これ上位打線に回るわけですね。でここでですね西投手と向こうのですね相手の遠藤投手の差が出るんですよね。やはり相手の遠藤投手やっぱ若手ということでですね、ちょっとやっぱ動揺をしてしまうんですね。でここでまあ、ツーアウトまで行くんですけど、その後ですね、フォアボールを出して、しかも大山選手、4番の大山選手にデッドボールで同点に追いつかれるんですね。で、その後に、ボーア選手に満塁ホームランということで5点入って一気に逆転をするという形だったんですけど、今日はですね、意外と阪神は点取ってる割にヒット少なかったんですけど、フォアボールがやっぱりね、多かったんですよね。で、これがやっぱりね、西投手と相手の遠藤投手のこの違いだったかなというふうに思います。やはりですね、西投手は今日鈴木誠也選手ですね、4番の鈴木誠也選手に結構打たれたんですけど、何回か打たれたんですけど、全部ですね、ランナーなしだったんですよね。鈴木誠也選手の前 1,2,3 を完璧に押されてたんですね。そうするとですね、鈴木誠也選手が一人でいくら打ったって、まあもちろんそんなに大量得点ならないわけですよね。鈴木誠也選手にもホームラン打たれましたけども、このホームランもソロホームランだったわけですね。で一方の遠藤投手はですね、フォアボールとかでランナーを貯めてガツンみたいなですね、それをですね、やっちゃったわけですよね。ってなるとやっぱりですね、点数が一気にこう入ると、ボーア選手も今日は5の1なんですけど、その5の、5打数1安打と1安打が満塁ホームランということですから、これをですね阪神ファンは期待してるわけですよね。そのここで打ってほしいっていう時に打つみたいな、試合を決めるホームランを打ってほしいっていうのが、ボーア選手に期待していることですから、そういったのがねちょこちょこ出始めたかなということで、ちょっとまあここからはですね期待できるんじゃないかなというふうに思います。最初ずっとね18打数ぐらいノーヒット続いてましたけど、その後だけ考えるとね4割近く打ってるんですよね。なので、まあ本当にこの調子をまあ、維持したまま甲子園球場に帰ってきてもらったら、すごい活躍するんじゃないかなって密かにですね、期待はしております。はい。で、大山選手もそうですね。大山選手も、マルデ選手がですね、昨日ちょっと足を痛めたということで、まあ、登録抹消にはなってないんですけども、ベンチ入り今日外れてですね、マルデ選手の代わりに4番サードで大山選手が出て、ここでですね、今まで代わりに出た選手がですね、軒並みですね、あんまり活躍してなかったんですけど、今日の大山選手はマルデ選手の代わりに出てきて活躍しましたから、これでようやくですね、ポジション争いみたいなのがですね、ハイレベルなポジション争いみたいなことができていくのかなというふうに思います。で、多分ですね、それサンズ選手も感じ取ったと思うんですよね。マルテ選手が休んで、そこに大山選手が代わりに入って、で、大山選手が活躍をしたと。そしたら、マルテ選手が戻ってきたらどうなるんかと。二人とも活躍してるから二人とも使いたいわけですよね。ってなったら、サードにマルテ選手で、レフトに大山選手ということで、もしかしたらサンズ選手が外されるかもしれないっていう、そういったですね、危機感があったのかなというふうに、ちょっとですね、今日見てサンズ選手にも少しそういった、なんていうのかな、ちょっと、気迫みたいなのがですね、ちょっと見えてきたかなということですね。はい。という感じで、結構ですね、こうみんな活躍しだすと、今度はこれいい循環になっていきますから、そういった感じで、今後もですね、競いながら、チーム全体の、雰囲気を盛り上げて、なんですかね、チームのなんていうか流れを良くしていってほしいなというふうに思います。はい。でですね、今日大きかったのはもう一つで、西投手ですね。先ほども言いましたように、その西投手はですね、今日3点取られたんですけどね、その失点の後にことごとくやっぱりですね、抑えてるわけですよね。失点してですね、そのまま心がですね、折れたり動揺したりしてですね、手元が狂ってフォアボールを出したりとかですね、ちょっと球威が落ちてガツンっていかれたりとか、そういうことがないのがやっぱり西投手の素晴らしいところですよね。それがまあ一流のプロの、まあなんていうのかな、証みたいな感じですね。もう本当に今日相手の遠藤投手と比べると本当にそれがもう如実で、相手の遠藤投手はもう本当に何か不運な当たりだったりとかですね、失点した後にもうことごとく動揺してですね、フォアボール出したり、球が浮いてそうガツンといかれたりとかですね、そういうのが多かったんですけど、西投手はそれがなかったんですね。なので今日3失点ですけれども、まあ、安心して見ることができたと
いうのが、まあ、今日の西投手だったのかなというふうに思います。で、それから8回までね、投げてくれたっていうのも大きいですよね。もう9連戦ですからね、その金曜日が雨天中止になった、それが月曜日に入りますから、土曜日からですね、来週の、日曜日までか、9連戦になりますから、ピッチャーできるだけ温存したいところを西投手が長く投げて、くれて、しかもチームが勝ったというのは非常にですね、いいことだと思いますから、これがですね、非常に阪神タイガースにとっていい流れになってますので、こうなってきたらもうぜひとも明日はですね、勝っていただいて、このもう広島3連戦を3連勝という形で甲子園に帰ってきたいなというふうに思います。はい。それとですね、先ほどちらっと触れましたけれども、さあ、マルテ選手が戻ってきたらどうなんねんということですよね。マルテ選手が戻ってきたらサードマルテになるんですね。そしたら大山選手はですね、外野の練習もしてましたから、今シーズンはセンターも守りましたし、レフトでスタメンもありましたから、じゃあ外野で使うのかな、大山選手をと。そしたらですね、近本選手も昨日3安打してますし、ちょっと上り調子になってきてますから、ちょっと外したくないなっていう感じですよね。じゃあサンズ選手を外すかなっていうのは僕今日途中まで思ってたんですけど、サンズ選手もですね、ちょっとお尻に火がついたのが今日ホームランを打ちましたから、もしこれでですね、明日も活躍するようなことになると、うん、サンズ選手もこう外しにくくなるということで、さあどうしようかということなんですけど、まあ僕のですね、期待してるのはですね、もうそれやったら、それやったらですね、もうセカンドかショートですよね。で、ショートっていうのはなかなか急には難しいでしょうから、セカンドで大山選手を使うっていうのはどうかなというふうに、ちょっと今ね、今のその上本選手、糸原選手の調子を見るとですね、ちょっとセカンドが、打ててないっていう感じの選手が多いので、そこにですね、大山選手を入れるっていうのも一つの手じゃないかなというふうに思います。そうしたら結構ですね、重量打線が出来上がるんですよね。まあまあ4番で使うかどうか分かりませんけど、もしですね、最近流行ってますよね、2番に強打者を置くみたいなですね、2番にホームランバッターを置くみたいな、そういった、打順が少し流行ったりしてますから、1番近本ですね、で2番セカンド大山みたいな、そんなんちょっと見てみたいなと思ったり、しますね。で、ショートもですね、まあ、木浪選手ちょっと打ててきたかなっていう感じですけど、そこに、まあ、例えば、上田海選手を使うみたいなですね、そういうことを、まあ、いろいろ試しながらやってほしいんですけど、そんな感じで打線組めたら、結構ですね、驚異的な打線になるんじゃないかなと思ったりしています。皆さんどうお考えですかね。まあ、大山選手をどう使うかですね、今日の活躍を見たら、マルテ選手戻ってきたからといって、じゃあスタメンから外すっていうのは、ちょっとやっぱりもったいないかなというふうに皆さんもね、思われると思うし、僕もそう思いますので、大山選手とね、マルテ選手をどういうふうに使っていくのかっていうのが、まあ、明日ね、マルテ選手を奪ってくるんじゃないかっていう話もありますけど、そういったのも見どころの一つかなというふうに思います。はい。何はともあれですね、とにかく連勝できましたから、ようやくですね、遅ればせながら今シーズン初の連勝ということで、このままですね、波に乗っていってほしいなというふうに思いますので、まあ、明日もですね、ぜひとも、もうぜひ3連勝した後にこの動画を撮りたいと思っておりますので、明日もですね、頑張って応援したいと思いますので、皆さんも一緒に応援していきましょう。ということで、今日の動画はですね、以上になります。毎日こんなね、気分よく動画を撮れたらね、楽しいなと思うんですけど、ようやくですね、昨日と今日気分よく動画を撮ることができました。そうしましたらですね、明日また、試合の後に動画を撮りますので、明日お会いしたいと思います。そうしましたら、ありがとうございました。さよなら。